マーキュリー・レッドストーン 1A 号は、アメリカ合衆国のマーキュリー計画において、実行された無人の弾道飛行である。1960年12月19日、フロリダ州ケープカナベラルの第5発射施設から発射された。飛行の目的は、マーキュリー宇宙船が宇宙飛行に耐えられるかを検証し、また間近に迫った霊長類を乗せての弾道飛行のためのシステムを、 検証することであり、機体の機器や切り離し用ロケット、逆噴射ロケット、回収システムなどが試験された。飛行は完璧な成功を収め、宇宙船は高度2 1 0キロメートルに到達し、飛行距離は 378km だった。また発射機は予想よりもわずかに速い時速 7900km に達した。機体は着水から約15分後、 回収ヘリコプターによって、大西洋上で回収された。機体番号は、宇宙船が2番機、飛行番号は MR、MR-1A で、緊急脱出用ロケットは8番機、アンテナカバーは10番機のものが流用され、発射機は、レッドストーンロケット MRLV-3 が、使用された。飛行時間は15分45秒だった。 マーキュリー・レッドストーン1号及び 1A 号双方で使用されたマーキュリー宇宙船2番機は現在はカリフォルニア州マウンテンビュー近郊のモフェット連邦空港内にある NASA ・エイムズ研究センターに展示されている MR-1A の発射これはロケットから分離された後の重量であり宇宙船のすべての消費物資を含んでいるが宇宙船の分離前に投棄された 緊急脱出用ロケットやロケットに取り付けられたままの宇宙船とロケットの接続機は入っていない。また2番機には友人のマーキュリーの飛行で使用された機体には搭載されていた機器のいくつかがないことに留意。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。